宮城県上郡の範囲上郡は、宮城県の郡、人口27,861人、面積569.95平方メートル、人口密度48.9人、平平方メートル。以下の2町を含む、1878年に行政区画として発足して、以来、群域は上記2町のまま変更されていない。奈良時代の俗に本記には、 上郡と記される。その後鹿間郡を合わせ、江戸時代に上郡から上郡に改名した。幕末時点では、道の区国に所属し、全域が仙台半領であった。旧高級領取調べ町に記載されている。明治初年時点に存在した村は以下の通り。一中新田町に鹿間村3、成瀬村四、河原村五、上石村六、小野田村七。 宮崎村明治23年5月17日に軍政が交付された際に宮城県庁内には黒川軍と上軍を合併して新たに三河軍を設置しようとする動きがあった。これを知った鹿間村長佐藤官らは同年11月12日内務大臣最後を継ぐ道に当てて軍地独立請願書を提出し、 翌明治24年1月23日には佐藤が上京して、貴族院議長伊藤博文、衆議院議長中島信之の両名にも同種旨の請願を行った。その結果、上軍は明治27年4月1日の宮城県における軍政実施の際に単独の軍として存続できることになった。ありがとうございます。